空中起動作戦は、地上部隊では即応できない緊急かつ緊要な時期に、部隊を空中起動させ、重要目標の攻撃、要点の占領、危機正面に対する対処、増援を行い、作戦全体の遂行を容易ならしめることである。すなわち、空中起動後に何らかの形で地上の作戦、戦闘を実施することを狙いとする場合であって、単なる空輸による移動は含まない。 空中機動作戦は、エアボーン戦術を用いたものとヘリボーン戦術を用いたものがあり、これらは、それぞれ単独、または一体となって行われる。また、その部隊規模に応じ、戦略的あるいは戦術的に運用される。計画にあたり、戦術的に考慮するべき事項は、下記の6点である。部隊は、ヘリコプターに登場した状態では、 本来の火力を発揮できず、また特に着陸の瞬間にはヘリコプターが回避軌道を取る余地が乏しくなるため、ヘリボーン戦術で最大の弱点となる。このことから、事前の情報収集では、任務地域にいる敵部隊の能力、位置に主眼が置かれる。ベトナム戦争でのアメリカ軍は、不評部隊を輸送する教習チームに先行して、 まず観測ヘリコプターと攻撃ヘリコプターによる偵察チームによって捜索活動を行っていた。またヘリコプターは対空兵器に対して脆弱であるため搭載地点から着陸地帯への移動ルートを選定する際には敵の対空兵器や電子戦兵器で攻撃されないことが重要となる。このためには地形の活用が有効で 警告のような回廊地形は直接照準射撃から機体を守るためには有効だが逆にヘリコプターの機動性を制限してしまうという欠点もある。理想的には山のような大きな地形を遮蔽物として使うことができ、しかも常に広々とした空域を通過して狭い地形を通ることがない方が良い。着陸地帯の選定には厳しい基準がある。 まずヘリコプターが着陸するために平らで見通しが良い地形でなければならない。機体の規模にもよるが、概して機体そのもののために約35メートル、ローターのために50メートルの空間が必要になる。また垂直に降下することもできるが、数百メートルの着陸隊があれば、さらに正確に接近することができ、特に強風時には着陸隊の設定が望ましい。その一方で、 航空機から降りた部隊が警戒陣地を設営できるよう周辺には遮蔽物がある場所が望ましい。また降下した部隊が兵舘業務などを行えるだけの広さも必要である。搭載計画は作戦の兵舘面に関わる問題であり地上に展開する部隊が戦闘力を十二分に発揮できるように作成しなければならない。分隊や射撃チームは 降下したらすぐに一体となって戦えるように必要な装備をすべて携行して同じ機体に登場する必要がある。一方、部隊指揮官たちは別々の機体に分乗して上調性を確保する方が望ましい。また、着陸順序としては最重要部隊、装備が先頭を切って着陸地帯を確保することになる。ロケット弾を発射するはマイナス64。 攻撃ヘリコプター蒸気の通り、着陸の瞬間はヘリボーン部隊が最も脆弱になることから火力支援が極めて重要となる。強襲用ヘリコプター自体も重武装し、また同行する攻撃ヘリコプターによる火力支援も不可欠である。ベトナム戦争でのアメリカ軍のヘリボーン戦術では蒸気の偵察チームだけでなく、不評部隊を輸送する強襲チームにも、 攻撃ヘリコプターが編入されていた。この場合、攻撃ヘリコプターの任務は敵部隊の撃破ではなく短時間の制圧なので、大口径の機関砲よりは、ロケット弾のように瞬間最大火力の大きな地域制圧型の兵器の方が適している。ヘリコプターの攻撃体制として、最も効果があるのは急降下中のロケット発射で、機体が加速することで、 ロケット弾の飛行性能と命中精度が向上する。また、友軍の砲兵や迫撃砲による支援射撃も行われるが、この場合、ヘリコプターの航路と砲兵の弾道が干渉しないように事前の計画が必要となり、また、着陸地帯そのものではなくその周辺部に行われるのが通常である。さらにヘリボーンで展開する。 部隊自身もヘリコプターによって迫撃砲や火砲を輸送できるため効果展開がある程度進行するとこれらによる火力支援も開始される。ベトナム戦争時のアメリカ軍は一定規模以上の空中機動作戦では必ず砲兵部隊を投入して火力支援を提供できるように装置していた。UH-60 から降りて 防御の体制を取るアメリカ陸軍兵士 UH-1J からリペリング降下する陸上自衛隊第48普通科連隊の隊員ヘリコプターに登場する部隊はヘリコプターを降りたらどこへ向けても発砲できるよう体制を整えなければならない。通常、着陸すると部隊は両側のドアから降りヘリコプターを中心として作動中の回転翼のすぐ外側に 武器を構えて腹ばいになりエンジン防御の体制を取る。部隊はこの体制のままでヘリコプターが上昇するのを待つことが多く、また夜間作戦などではさらに5分間そこで止まることで騒音、振動が激しいヘリコプター内部の環境から地上の環境に感覚を適応させることができる。また場合によりヘリコプターが着陸する代わりに 低空でホバリングし、リッペリングやファストロープによって降下展開することもある。先に降下展開した部隊が敵の射撃を受けたら、直ちに制圧射撃を開始し、着陸地帯から移動して敵への攻撃を試みる。着陸地帯の周辺に防衛境界線を構築し、その後の着陸が滞りなく行われるようにする。このようにして着陸地帯を確保し、 作戦部隊と装備が全て配置された後、地上作戦が開始される。空中機動作戦は、他の地上部隊と合流するのでない限り、作戦部隊の回収で集結することが多いため、着陸地帯の確保が重要となる。任務が長期間に及ぶ場合は、継続的に補給を受けられるよう、部隊の移動ルート上に再補給用の着陸地帯を確保しなければならない。 固定翼機によるエアボーンと比べるとヘリボーンは以下のような利点を持つ。一方、以下のような欠点もある。ありがとうございます。